ニューヨーク時事、テニスの四大大会最終戦、全米オープン、8月27日開幕、ニューヨークの主催者は、17日、今年の大会の賞金総額が史上最高の5300万ドル、約59億7800万円になると発表した。男女のシングルス優勝賞金もそれぞれ380万ドル、約4億2900万円に増額された。時事通信社。